タイムパトローラーになりませんか？タイムパトローラーの任務は歴史改変を阻止すること。改変された歴史を元に戻す、皆さんの思い出を守る大事な任務です。皆さんの力が必要です。資格は腕に自信があることです。そして皆さんの歴史を守るという強い気持ちがあることです。腕を磨く実技を備えた学校やアイテムショップも完備。どうですか？その力をこの大事な任務に使いませんか？おっほん！いつでも強い選手を待っています。ただし、タイムパトローラーが生活するこの町コントントでは、お互いの安全な任務遂行のため行ってはいけないことがあります。町の中でカメハメハを放ってはいけません。タイムパトローラーは任務以外で飛行するためには号ライセンスが必要です。コントント内の交通安全にご協力ください。そしてもちろん歴史改変は重罪です。任務中には改変を招くリスクを伴います。歴史を自ら改変したトランクスみたいにならないようくれぐれも注意してください。以上のことに留意し、皆さんの歴史、世界のため安全に任務を遂行しましょう。皆様のタイムパトロールへの入隊お待ちしております。そうだわ。そろそろ例の特殊任務の新人さん、誰にするか決めないと。どんな子がいいかしら。Thank you.
星の最後の流れになりますね。俺が、この俺が未来を変えてみせる。伝説のスーパーサイヤ人とやらが現れたりすると不愉快ですからね。復讐の続きを始めましょうか。これで全てが変わる。綺麗な花火が上がりますよ。なんだ。頼まれてたトレーニングスーツできたわよ。なかなかいい素材が手に入ったから、前のよりフィット感なんかも格段に上がってるはずよ。ほんと、全然働かない夫に最新トレーニングスーツまで作っちゃうなんて、私ってできた妻よね。ちょっと、もう毎日毎日修行修行修行。サイヤ人ってみんなこうなのかしら。まったく、なんか腹立ってきた。パーッと誕生日パーティーでもやってやろうかしら。別に誕生日じゃないけど。一件報告あり。状況把握。引き続き調査されたし。ちょっと待てー。なんですかいきなり。例の調教用任務、お前に決まったぞい。さっさと戻ってこい。
忘れないじゃない。ああ、おじいちゃんを探したのね。おじいちゃんなら君の合格を聞いてすぐにどっか行っちゃったけど、せっかくだから探してらっしゃいよ。なんだかんだで君の合格を一番喜んでるのはあのおじいちゃんなんですもん。こんにちは。ようこそ。
さてと、それじゃあ今から基本的な体の動かし方を覚えてもらうわね。早速やってみましょう。まずはしばらく動き回ってちょうだい。まあ、これくらいは簡単よね。次行くわよ。今度は上下運動、長いか試してみてね。よくできました。といってもまだまだ序の口よね。次はお待ちかね、攻撃の練習よ。どこかにいい相手はいないかしら。ちょうどいいわ。あれを相手に試してみましょう。まずは相手をロックオンよ。さあやってみて。オッケー。じゃあそのまま攻撃に移るわよ。コマンドを組み合わせるとコンボ攻撃が出せるのよ。試しにやってみましょう。今度はたくさん出てきたわね。気をつけて。でもまあ、君ならこれくらいの数減っちゃうよね。まずはちゃんと全員周りに入ってるかどうか狙いをつけて確認してちょうだい。数が多いと一旦前に反応してあげましょう。よーし、気づいたって。このままで一気に倒しましょう。
がなくなると使えなくなるから注意してね。今回の課題はこれでおしまい。次はもっとテクニカルな内容を覚えてもらうわよ。こいつに向かって話せばいいんだな。今回は予告通り応用編をやるわよ。準備はいい？まずは素早いアクションの練習。前回よりすばしっこい相手を連れてきたわ。うまく捕まえられるかしら？頑張って！
ーノはがっちりガードしてるわね。これじゃ全然ラチが開かないって思うでしょ。実はこんな時、敵のガードを崩せる方法があるの。二通りあるから両方やってみてちょうだい。やったわね。これで攻撃は完璧よ。それじゃ次は防御のやり方を覚えてもらうわね。攻めも守りもできてこそ一流タイムパトローラーよ。守る練習には攻撃してくる相手が必要だから、次の対戦相手はこちら。出てきなさい。あれ、なんか予定よりも多く。ストップストップ、やはり攻撃。みんなひとまず耐えろよ。いい感じよ。ちゃんとしのぎてるわね。でもここからどうしようかしら。守ったばかりじゃ状況は変わらないし、このままやったらぞ。今回の課題を進めていこうよ。そこからうまく出していかない。威力があればもう一度抜かせるわ。まだ何か起こりそうな女の顔。ちょっとあなたたちは呼んでないんだけど。まあいいわ、課題の仕上げはやっちゃいなさい。でもその前にさっきの部分を回復しなきゃフェアじゃないわよね。はい、今日の中はアイテムを使うのよ。使ってみて。これでバッチリね。さあ、あなたの力を見せてやりなさい。
何？タイムパトローラーどもよ、聞こえている？さあ、ついに最後の課題よ。気合い入れていきましょう。え？今回の相手は誰なのかって？ふふ、戦ってみてのお楽しみ。まず最初は、出てきてちょうだい。先輩隊員に練習相手をお願いしておいたの。胸を借りるつもりで頑張って。今までの課題で学んだことをしっかりこなせば大丈夫よ。それじゃあ始め。ではこの私、じきじきにあなたの実力確かめてあげる。この短期間でものすごーく成長したわね。今度こそ私からの課題はこれでおしまい。これからの活躍楽しみにしてるわよ。We'll be right back.
はぁ？えへへ。どうした？ようこそ。なんじゃ？どうした？星の最後の流れになりますね。俺が、この俺が未来を変えてみせる。伝説のスーパーサイヤ人とやらが現れたりすると不愉快ですからね。復讐の続きを始めましょうか。これで全てが変わる。綺麗な花火が上がりますよ。何か、ハハハハハ。
海王神様がじきじきにお祝いに来てあげたっていうのに、ずいぶん釣れないじゃない。おじいちゃんなら。苦労じゃったな。悪くない動きだったぞい。登場以外はあのままだったら孫悟空もピッコロもラディッツに倒されていたじゃろう。こういう風に歴史に異常が発生した時はお前さんたちが出動するというわけじゃ。今回はうまくいったが、この先の歴史にはさらなる激闘が待っておる。
もっともっと修行して強くならねば歴史の修正はままならんぞ。ま、この宇宙で一番偉い神様である海王神が直々に教育係をやってやったるんじゃ。わしの言うことを素直に聞いていれば、おいおい実力もついてきて。はいはい、話が長いわよおじいちゃん。あのなあ、時の海王神、千歳ちょっとしか離れとらんのにおじいちゃんはないじゃろ。何言ってるのよ、誰がどこからどう見てもおじいちゃんじゃない。こんなにプリティーな私と一緒にするなんてどうかしてるわよ。くー、何がプリティーじゃ、まったく口のへないやつじゃの。と、わしらの話はこれくらいにして、あとはこの世界についてちゃんと教えておかんとの。そうね、あなたもおじいちゃんの長話に付き合わされて退屈してきたところでしょ。私が案内してあげるわ。こっちよ、ついてらっしゃい。あ、こら、また勝手に話を進めおって。